ワクチンが新型コロナにかかるのを防ぐことができるっていうふうに錯覚している人がいる。そうですね。今までワクチンの強制接種が非常に悲惨なことになってますからね。この50代前半の男性ですね、はいはい、医師ですが、ファイザー社のワクチン接種を合法的に避けるにはどのようにするのが最適でしょうか。ものすごく大きな質問で、非常にいい質問だと思います、はい、お医者さんだから避けられるわけじゃなくて優先接種になってますしね、はい、ファイザーの、ワクチンでも随分死んでますし、はい、また変な蘇生のものもありますんでね、うん、で、まあ僕としてはどういうふうにしてるかっていうと、僕はできるだけワクチンに対して強制接種にならないようにテレビなんかで一生懸命発信しながらやっております。はい、で、具体的なのは多分世の中でできるだけそういう勢力を増やすってことですね。この前お医者さんでなんかテレビの書き込みかなんかで、ワクチン接種が必ずしもいいってわけじゃないとか、まだね、基本的にはワクチンが新型コロナにかかるのを防ぐことができるっていうふうに錯覚している人がいるんで、ワクチンって社会的免疫を作るには意味がある可能性もあるけど、っていうことを蔓延させていくとか、そういう努力をしていくと。そうすると、優先接種の人たちに優先接種の度合いが弱まると。それによって職場で断ることができるっていうのが、今考えられる一番ベストな方法じゃないかと思います。したがって、そういう雰囲気を医師会にしても、それから高齢者社会にしても作っていくってことが必要で、今、コロナがですね、日本でヨーロッパ並みに現在の30倍ぐらいの感染者だとか、そういうなっているヨーロッパの場合とですね、やっぱり日本政府が変えていかなきゃならないっていうことを、やっぱ民主主義の力でかなりやるってことが大切でしょうね。今はマスク一つですら、自粛警察みたいなものから離れられないっていうのが今の危機状態で、そのお医者さんも今それを問題にしてるんだと思うんですけどね。そうですね。力さん、どうぞ。実際にね、その、眼科の方はですね、で、もう通達があったみたいです。そのもう医療関係者は、もう強制的に打つっていう、ような通達があって、で、それがですね、アレルギーでなんとかなるんじゃないですかっていうことをこうお伝えしたんですけども、その程度じゃちょっと厳しいかもしれないっていうぐらいの話でしたので。ね、卵使ってないのが多いから、いや卵アレルギーじゃ、卵アレルギーですから、卵、ワクチン打ったら死んじゃうんですっていうのが使えないんですよ。はい。そこに問題がありますね。はい。だからやっぱり、ワクチンっていうのは今度ノルウェーで30人死んだけど、はい。まあ、ああいう例を一生懸命言うってことでしょうね。そうですね。実際にですね、医療職の方が、院長からクリニックのために、周りのために打つように言われましたとっていうことですね。だから、今のところやっぱりだからアレルギーが強いというようなことをね、言うしかないかなと思うんですけどね。あなたの見解は？はい。しかし専門職から言ったらアレルギーだって通用しないと思うんですよ。かもしれないですね。そう。だからもう少し、憲法違反であるとかなんかいうことを頑張るしかないんですけどね。わかりました。はい。ちょっとここの部分はですね、僕自身も自然中で、何度かね、お伝えしていきたいと思いますので、ね、ぜひ。それでね、やっぱりね、こういう解決せざる問題ですね。はい。解決せざる問題について議論するってことが重要で。はい。じゃあ、それを今この回でも聞く人が多いでしょ？聞いた人もまた他の人に伝えるから。はい。やっぱり社会的力になって、やっぱ社会は攻め依頼で決まりますから。はい。だから社会の雰囲気がどん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 そうなったら、やっぱり僕はワクチンを強制的に打つってことはできなくなると思います。そうですね。今までワクチンの強制接種が非常に悲惨なことになってますからね。はい。やっぱり国としても自由なワクチン、ワクチンを打って他の人に迷惑もかからないようにするっていう事態が奇弁ですから。はい。それはやっぱりちゃんと院長にも言うべきだと思いますね。そうですね。はい。ぜひね、皆さん、そのワクチンに関してですね、ご意見あったら、コメント欄、コメントしてください。